顔のパーツも4パターンございます。見ろ見ろ見ろ細かい。トイズキング、どうもこんにちは、トイズキングのほるみです。さて今日3月23日発売したものがございます。魂ウェブさんから出ました、こちらでございます。ダーン、セントセイヤのスコーピオンミロでございます。こうミロミロ箱自体重いですね。ダイキャストでございますよ。でちょっとね新しくなった分パーツだとかもございますので、そちら紹介していきたいと思います。あそうだ、これセントクロースマイスだ。すげえぜこのパーツ、めっちゃいっぱいあるんですけど、これがスコーピオン。さあ見ろ見るんだ、パーツいっぱいなんだ、手のパーツもすごいいっぱいですよ。ヤッホー。でこちら青ミロ様、見ろ見るんだ。でこれがね、すっげえパーツ、キンキラキンです。だってもうこれついてんじゃん。これは？うん。これ、ここ。ここ。ここ。もう合体してた。これが2体合体してんだよ。できました。ちょっとこれはね、組み立てるのに難しい。なんか、でもまあ完成させてみれば、おお。っていう風になるんですけどね、かっちょいいですね。はい、ちょいとアップで、尻尾尻尾これねちょっと外れる光景があるので、壊れたと思ったら焦らないで。なんか付け根とあと、2、3箇所ぐらい取れるところがございますので、曲げるためにだと思うんですね。でもね綺麗ですね。まあクロスマイスって感じ。これ足首がねロボコップみたいになってるんですけど、よく曲がるし、つま先もこうでしょ。それでねこうなるのよ、横にも曲がります。よいしょ。でいざよいしょ。でねこの新しいこの、スコーピオンミロはね、このここがね白くなってるんですよね。うん。で、また先、はい、こういう風になります。ちょっとね、すれが気味になるとかいう方はあまりやらない方がいいかもしれませんね。で、よいしょ。男のくせになんでくびれがあるんだ、この野郎。で、これすごい曲がるっていうか上がりますね。イエーイ。頭もよいしょ、これでも上がります。髪の毛がね割と柔らかいんでね、いいっすよ。セントクロスマイス、セントクロスマイス EX セントショーカラーエディションって言って、よいしょ、なんか劇中のね顔と色を再現したっていうのが大文句みたいな感じでございます。
顔のパーツも4パターンございますので、ドンキング。というわけで、バンダイ魂ネーション魂ウェブから出ました、セイントクロスマイスのスコーピオンミロ。まあ、うん、細かいところが細かいパーツだとかつけるのにちょっと一苦労しますそれは私だけ。それではまたお会いいたしましょう。ラウス推しか、まあ、事実上ちょっと絶版になってるもので、かなり価値のあるブラックセックス、ネロマシンとか、僕にとっては世界一の宝物になるんですよね。少ないのまだお願いお願いします。